皆さん、こんばんは。たかゆきです。まずですね、今回の動画は北門中学校の女子中学生2人が行方不明になったというですね、事件、そして、遺体となって発見されてしまった2人ともね、という事件です。はい。で、こちらの方がですね、一向に、メディアもですね、取り上げることなくですね、静かな状態を保っておりまして、で、私の方でしかね、発信をしていないので、確かな情報がですね、地元の方たちの中だけでもどうなんだということでですね、たくさんの声が上がっております。で、今回はその北門の関係者の方ですね。で、ご遺族に近い方、ご遺族のご家族の方かな、に近い方なんじゃないかなというようなね、方からもお話をいただきまして、で、その他、以前から私がお伝えしている、死体、検案書について、わかる立場の人、接することがある人って言ったらいいのかな。あまり言ってしまうと、これはね、あまりよろしくないと思うので、はい。そこはちょっとご了承いただきたいと思うのですが、情報としてですね、ちょっと整理したいと思います。今現在ですね、そのご遺族が聞かされている事実、一般的に考えれば、普通の地域であれば、これがもう正しい正解ということになるんですね。で、どういうことかというと、5月8日に行方不明になりました。ちょっとこれ、行方不明日についてはちょっと定かではないです。これはちょっと多少前後があるかもしれません。で、5月8日前後に行方不明になって、5月31日に、亡くなっているのが発見されました。もしくは、死亡推定日時が31日です。で、お通夜が6月13日。で、葬儀が6月14日に執り行われました。これは、お悔やみ欄に、発表されている方の女の子ですね。なので、いじめられた少女を、かばっていた、正義の味方の方の女の子ということにね、なります。で、ご遺族が聞かされている情報は、おそらくこうであろうというね、おそらくというか、こうなんだろうというね、情報です。ホーマックっていう店舗が旭川にあるようですね。DCM っていうのに名前が変わってるのかな。地元の方はホーマックっていう言い方をするみたいですね。まだね、その人によるんでしょうけど、そのホーマック DCM で、ロープを買ったと。で、そのロープで自衛隊所有の土地、立ち入り禁止の林に入ったと。で、大きい木があるそうなんですね。で、その大きい木に、そのホーマックで買ったロープを吊り下げて、自ら命を絶ったという、結果なんで、死体検案書にそういうことが書かれているんでしょうね。私の一番最初の情報でもね、首を吊ったというですね、死因になっていましたので、その死体検案書の情報が、もちろん遺族に来ますから、遺族は、こういうことをですね、警察から聞かされたということで、じゃあなんで土の中から出てきたのかっていう噂が広まったのかなんですけど、これはおそらく、その発見時、遺体発見時に騒ぎになって、で、警察が、わかんないですよ、土を掘っているように見えたのか、本当は土の中から出てきたのか、その辺ははっきりしませんけども、周りのね、やじ馬がね、集まって、なんだろうって見た時は、そういうふうに見えて、そういう噂がね、広まってしまったのではないかなというふうに思います。
まあ、ただし、学校でね、問題はそこじゃないんですよ。どのようにして亡くなったかもまあ大事かもしれないですけど、問題は学校で一人の少女が、中学生がいじめを受けていて、で悩んでいたと。で、学校の先生に、死ぬなんて簡単に言うんじゃないよ、死ねもしないくせに、っていうふうに言われて、結果がそうなったということが問題なんですね。まあ確かにね、第三者が関わってね、何か事件に巻き込まれている可能性もね、捨ててはいけないと思うので、それはそれで調べていく方法、必要があると思うんですが、まずはね、考えなくてはいけないのは、その学校の方ではないかなというふうに思います。今日はですね、旭川北門中学校の女子中学生2人が失踪後、亡くなっていた件について整理してお話しさせていただきました。では、また次回何か進展がありましたらご報告したいと思います。では、失礼いたします。